笠間市稲田。ここには石切山脈とも形容される巨大な絶壁の石切り場があります。葉っぱの準備作業が進められています。爆音が広大な石切り場に響き渡り、大きな原石が宙を舞います。これは稲田石の石切り風景です。職人が一つ一つ石を形作っていきます。稲田石は笠間市稲田地区で産出される御影石、稲田白御影石のことを言います。国会議事堂や東京駅、明治神宮など重要文化財をはじめ、数多くの建築物に用いられています。稲田石の特徴は、まず色調がきれいで、柄、組織が均一であることです。白御影と呼ばれるように、その白さが稲田石の大きなポイントです。また硬く新鮮であり、耐久性もあります。そして大量に採石でき、東京など大消費地に近く、搬出が容易であることが挙げられます。稲田石は明治30年、東京で石材問屋を営んでいた鍋島彦七郎の石材搬出のための軌道の敷設や稲田駅の開設も含めた多大な尽力によって、全国的にもその名が知られるようになりました。稲田駅周辺にはにぎわいを見せた往時をしのぶ町並みが今も残っています。稲田石の魅力と石膏技術を広めようと、2005年にスタートしたのが稲田ストーンエキシビジョンです。毎年秋に開催され、稲田石の魅力を伝えています。稲田白御影石、その名は全国に誇れる笠間の名産品として、これからもあり続けることでしょう。